私が今まで会った人間の中で一番、あれだけ言わないと、イノベーションが起こらないでしょ。この言い方で言い過ぎかもしれませんが、タワーレコード、エクセンドに相当大きくダメージを与えるというのは、音楽業界のど素人のバックが参入されます。どうぞ。あ、失礼します。ガチね、ガチで。はい、成功をたくさん収めてますけど、はい、全く成功してない部分があるんですよ。はい、皆さんおはようございます。今日はですね、なんとシンガポールの大物起業家田島さんですね。田島さんがやっている白金のココアキャットというお店でですね、なんとあの有名な原田栄子さんと撮影することになりました。原田栄子さんというと元マクドナルドの社長、そしてジャパンの社長でもありますよね。紹介していただけるんですね。でね、これ超大物なんですけど、ここに全然関係ない丸の内オーエルラインを投入したいと思います。これめっちゃ面白くないですか？どうなるんだろう、まあ、彼女はすげえ企業家だから。ここですね。僕も初めて行くんですけど、はい、聞きたいと思います。原田栄子さんのインタビュー楽しみだな。じゃあまた。今回はですね、なんと原田栄子さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。原田栄子さんといえば元マクドナルド、そしてアップルジャパンの社長を兼任された、兼任というか、まあ、順番から言うとアップルが先です。あ、すみません。アップルが先です。マクドナルド、ベネッセ、ベネッセ、そうです、っていう形ですね。今回 M&A の、まあ、チャンネルですので、原田さんちょっといろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、はい、改めて、はい、自己紹介ちょっとお願いしてもいいですか？はじめまして。社長歴22年、アップルマクドナルド、ベネッセやりました。もともとエンジニアで IT 業界33年、それから外食、教育、介護、それからソニーの社外取締役も6年やりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近は社長経営塾、そしてお医者さんだけを退職した経営塾、そういったこともやっています。あと YouTube チャンネルやられてますよね。あ、 YouTube チャンネル11月から立ち上げて、概要欄貼ってますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。女性の方との掛け合いがまたすごく絶妙で面白いんですよね。あ、今日これ来てくれる女性スタッフ、はいはいはい、コロ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 社長です。ぜひぜひ皆さんチェックして、女性って言われた女優さんですか？あ、女優さん、失礼しました、失礼しました。早速から聞いていきたいと思うんですけど、アップル、マクドナルド、まあ、他いろんな会社も、勤めされたと思うんですけど、一番どの会社が楽しかったですか？交通つけがたいですけど、楽しかったかっていう意味で言うとアップルですよね。アップル。とんでもないことばっかりやってます。からね、iPhone だけじゃなくて、その前からいろんな世の中にないものを作ってくれるわけですから、そういうぐらいは楽しかったですね。ただ社長として一番学びがあったのは、やっぱりマクドナルド。4000人の社員と16万人のアルバイトクルーのマネジメント、すなわちピープルビジネスの極みですけど、はいはいはい、でもピープルビジネス、ちょっと後半いろいろ聞いていきたいと思うんですけども、はい、逆にちょっとこの会社きつかったなっていうところはどうですか？あまり言いたくないですよ。どの会社も失礼ですよ。はいはいはい、ね、はい、ね、ただベネッセの時は振るんだったんですね。ほうほうほう。あ、そうですね、うん、週に直後1週間後にね、過去の個人情報漏洩が発覚しましたが、うん、DM だけで集客していたビジネスモデル根底から一つ投げられたわけですから、うん、それは業績は戻らないんですよ。そうですよね、うん、でマクドナルドの場合はね、就任直後に3ヶ月で戻ったんですよ。はい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 、7年連続の業績不振が一気に V 字回復しました。うんうん、それはなぜかというと、お客さんの購買頻度が月に何回も来られるからですね。ところがやっぱりベネッセというのは教育産業ですから、4月会員が一番の収入源になるわけですから、1年に1回のサイクルですよ。そういう意味でもいろんな意味で大変だったんですけど、逆にいろんな意味でチャレンジできましたね。なんか僕の意味ですよ、原田さんって、その V 字回復のもう達人。達人で。あと、そのクリエイティブ力がすごい、なんか、他の人は持ってないようなクリエイティブセンスを持たれてますけど。それはね、エンジニアの時でも全部世の中のないものを作れっていう、ね、非常識を常識にするようなことばっかりやらされるわけですよ。はいはいはい、はい。エンジニアっていうのはね。はい。
で、さらにスティーブ・ジョブズの7年仕事して、音楽非常識なことばっかりやってましたもんね。例えばどういうことですか、そう具体的にどういう非常識なことやった。例えば、まあ、マックの時は100円マック、100円購入でしょ、はい、アップル時代ってのは私がやったわけじゃなくて、ステップ・ジョブズがリーダーシップのことでやったのは、うん、iTunes ミュージック、うん、で1万曲、ポケットミュージック、それまではソニーのウォークマンで1万曲だったり、スーツケースいっぱいのカセットだったんですね。それからダウンロード型、サブスク型って進化してるんですね。やっぱり、この言い方で言い過ぎかもしれませんが、パワーレコード、エクセンブリに相当大きくダメージを与える方は、うん、音楽業界にド素人のアップが参入されます。あ、ド素人だったんですか？新規参入後に行くでしょ？はいはいはい。だからね、デジタルの世界ってのはね、異業種から新規参入後には参入して、はい、今までの独占企業をひっくり返すって、はいはいはい、こういう事例がいっぱいあるわけですよ。なるほど、うん、ちょっとそこも聞きたいんですけど、はい、じゃあ異業種からシガー産業に入りますって時に、うん、注意すべき点だったりここを抑えるべき点っていうのはどういうところですか？デジタル化っていうのはね、まあ、いろんな今までない顧客価値のもの、うん、ビジネスモデルのものですね、うん、それってね、日本人っていうのはね、あ、こんなものができたな、これ何に作れるかな、どういう商品作ろうかって発想するんですよ、はいはいはい、やっぱりデジタルっていうのはね、こういう世界を作りたい、こういうソリューションを作りたい、こういうライフスタイルっていう夢を描いて、はいはいはい、それを実現するテクノロジーを探して、で、そのロードマップを書く。はいはいはい、はい。それってビジネスプロデューサー力なんです。なるほどね。ものづくりじゃないんです。確かにね。日本とアメリカの違い分かるぞ、これ分かります。日本人は最も不得意だと。はいはいはい。できたものを良くしていくとか、一番ダメだってのものをより良くしていくのが、なんか日本の会社、日本の会社って感じです。そうです、そうです。まさにアメリカすると、メタバースもそうですし、仮想通貨もそうですし、こういうものがあっても、この世界の中で、そこにこう、プロダクトを当てにする。そうです。それはね、もう、はい、ちょっと大げさになりますけど、やっぱり日本の教育とアメリカ型の教育と全く違うんですね。はいはい。日本ってのは昔のテレコヤ方式と同じで、はい、先生から教わって記憶するんですよ。はいはいはい。インストラクションを受けて、ちゃんと記憶する。うん、これは日本の教育。で、ちゃんと覚えたことをテストで飛ばす偏差値がある。欧米型っていうのは、エクスプローラー&ディスカバリーって言いまして、自分で能動的に探究して発見する。この力を教育するんですよ。どうやって教育するんですか？しかも、小学校の時からディベートさせる。ディベートさせる。はいはいはい。主に大研究テーマを考えさせる、うん。あ、今までにないものを考えさせる。なるほど。うん、で、確率的な期待される答えを出すよりも、うん、いかに人と違う考え方、うん、違う提案をするか、うん、そこを先生が評価しますから。なるほど、なるほど。独自性とか。教育ですね。あの、まずこれを聞きたいんですけど、はい、スティーブ・ジョブズの、この、もうこの人本当にすごいなって思ったところ、ちょっともうちょっと教えてほしいんですけど、本当ハロさんだから知ってる。むしろハロさんしか知らない。まあ、ジョブズという人がたくさんありますよね。はい、私が今まであった人間の中で一番わがままですよね。わがまま、どんなわがままあれだけわがままじゃないとイノベーションも起こらないでしょ。ああ、そうなんだ。彼がリーダーシップはすごいですけど、彼自分で全部作れませんよ。もう無理なんだ言わせて作らせる、あのエネルギー、わがまますごいです。前テレビで見たんですけど、その iPhone 一切にしてすごいこだわったりとか。ああ、もうこだわりってもね、はい、アップストアをオープンするときに重機がありますね、お店は。はい。今度は外装、建材、それもこだわります。すべての建築材料は船でカリフォルニアに持って行って、ステップ・ジョブズがリビューしないと承認できない。なるほど、なるほど。で、例えばお店で重機がありますね。はい。でも、建物の方が横にあったら、ここまでこだわります。あ、そうなんです。そうです。またね、わがままでね、1997年にジョブズが戻ってきました。その直前に私は、まあ、7年間マーケティングの責任者、本社勤務もやったんですが、ジョブズが戻ってくる前に日本に帰国して、ジャパンの社長になったんですね。はいはい、でそこでスティーブ・ジョブズが社長になったら、まあ、3ヶ月後に戻ってきました。そこから1年間、Think Different キャンペーンというのをやったんです。Think Different キャンペーン。Think Different。違うことを考えるって言うんですけど、はいはい、まあ、企業宣伝ですよ。アップルは今からすごいことやると、はい。世の中にないことやると、企業宣伝コマーシャルです。
1年間それしかやるんですよ。すごい。その時に世界の過去のね、はい、ジーニアス全部ノミネートしたんですよ。まずエジソン、はい、ガンジーで、日本からはね、私が提案したのが黒沢監督、手塚治虫、これも応援したんですよ。そのジーニアスのリストの中にダライラマがあったんですよ。ダライラマ、はいはい、このダライラマをどの地域で応援するかって普通は絶対誰もやらないと思いますが、はい、ジョースは中国だけでやれって言ったんですよ。あれでしょ、それをやってのけたんです、はい、のけたんですね。それぐらいで、はい、やっぱり世の中の常識に全部チャレンジするんですよ。世の中の常識にチャレンジする。もう全部いただきました。常識を全部否定します。常識を否定する、はいはいはい、自分の車にナンバープレートついてません。え、ジョブズですか。そう、ジョブズだって、はい、俺も取ろうかなして、あ、ダメだダメだ、なんでナンバープレートついてないの、はい、一緒にできるね、はい、プライベートがプライバシーが分かるから。でも確かに今この間僕アメリカ行ってたんですけど、もうなんかナンバープレートフロント外してますよね。今後ろしかないですよね。そうですね、はい、でも確かにセキュリティの観点もそうですし、いや、ナンバープレートで個人情報で家まで、はい、まあ、探し当てられるんで、はいはいはい、外したって言うんですよ。マネさんを捕まんだら落ちたらって、あの、ペナルティどうしたよ、そのキャッシュだな、その方がセキュリティでね、なるほどね、コストパフォーマンス高いからい、そんな話したいんですよ。なるほど、ちょっとこれ僕個人的に聞きたいんですけど、はい、僕そのクラブピラティスっていう、そのアメリカで全米でナンバーワンの、まあ、ピラティススタジオ の、はい、あの800店舗ぐらいなんですけど、そのライセンスを日本とシンガポールで今展開してるんですよ。そのアメリカのビジネスの進め方と、ね、日本のビジネスの進め方が全然知らなくて、アメリカのビジネスを日本で進めながら気をつけるべき点っていうのはどういう点なんですか。これはね、はい、ちょっと難しい話の恐縮なんですけど、はい、ビジネスモデルというのはね、あれ表現すると、Think Global、Think Global、Act Global、はい、世界規模で戦略を考え、世界中同一の動き方をする、Think Global、Act Global、これ IT 業界です、完全ボーダレスですね、これは日本人向けの iPad、はい、シンガポール事件向けの iPad って ないんですよ。世界の普遍的な顧客のニーズに対応する、これが考えられてる IT 業界、だから GAFA だって全部同じモデルでやるでしょ、うん、そうですね、はい、もう一つはね、シンプルグローバル、アクトローカルって言うんですよ、はいはい、マクドナルドがそのパターンですね、というのはやっぱり食の文化とかはどうしても世界統一や世界で売れないですよ、はいはい、やっぱり日本人向けの味、例えば日本生まれのヒット商品は有明バーガーです、はいはいはい、これビッグマックで売れてるんです、はいはい、世界の戦略の中に日本の戦略ニーズをプラグインするっていう考え方です。商品は独自性があっても、全部独自性じゃなくて、グローバル共通のビッグマック、クォーターパンダ、フライドポテトがあるんですね、はいはいはい、で日本ローカルのテリヤキバーガーもあるんですよ、はいはいはい、もう一つはビジネスインフラ、インフラ、キッチンシステムは全部共通です。店舗オペレーションの教育も共通です。サプライチェーンの共通です、はい、こういった世界中で独自性、競争力のあるものはセブンが通ってるんですけど、ローカルのニーズも反映してる。そのローカルこれはシンクグローバルアクトローカル、それをその本部側は承認してくれるんですか。承認するように提案したりです。あ、なるほどね。それがローカルのリーダーがその力がなかったら失敗するんですよ、はい、なるほどなるほど。本社の言うことを聞いてるだけだったら失敗するんですよ。だから外資系で成功しないって飲食いっぱいあるでしょ、はいはいはい、あれダメな日本人リーダーがちゃんとグローバル会議の中でちゃんと意見言えないんですね。なるほど。もっとダメなのは、はい、シンクローカル、アクトローカル。日本の IT 業界って初めね、日本でやってみると、ああ、成功したら中国語とか、あ、中国語とか、ああ、難しいって絶対する。アメリカ人の IT 業界って、スタートからグローバル戦略考えてるんですよ。アマゾンだって、はい、アップルだって。はい、だけど、一気にやらないんですよ。いわゆる戦略のシーケンスがありますけど、企画っていうのはグローバル企画って言ってたんです。日本人の IT ベンチャーとか、日本しか考えないで、成功したらどこ行くって感じ。
確かに。なんかアメリカだと全世界に広がる英語圏と世界をカバーしてるツールとかベンダーとか取引するイメージなんですけど、日本は違いますもんね。そう。あとね、もっと悪いのが、はい、もっと悪い、もっと悪い、悪いんだ。はい、シングローからマクログローバル。アメリカのスタートアップ会社がアメリカしか考えて、アメリカで成功したのを、はい、海外に全部押し付けてる。なるほど、なるほど。そうだから、シングローバル、アクトグローバル、はい、これ OK です。はいはい、IT 業界の成功事例。シンクグローバル、アクトローカル。これはマクドナルドの成功事例。はい、シンクローカル、アクトローカル。これ日本のベンチャーの典型的な事例。なるほど。シンクローカル、アクトグローバル。アメリカ企業の世界進出も失敗できる。なるほど。皆さん、これテスト出ますからね。これも聞きたいんですけど、はい、この日本企業が海外進出するって、今のちゃんと近い気がしますけど、うん、そうですね。特にアメリカとか。に進出する場合、気をつけるべきポイントっていうのはどういうところですか？やっぱりどんなビジネスもね、人材なんですよ。人材、うん、例えば、ね、島本さんが海外に行きます、シンガポールに行きます、情報環境も違う、文化も違う、お客さんの就職方法も違う、社会的所得も違うんですよ。例えば中国行ってですね、テレビコマーシャルの効果もゼロですよ。なぜか、中国は中国です、信用してない。一番影響というのが口コミなんです。そういった消費者文化を知らないんでしょう。で、失敗するわけです。それから、社員のマネジメントも、やっぱり人事制度、マネジメントのスタイル、コミュニケーションのスタイル、これを文化を知られます。それを知らないで、日本人まで、どうなっちゃう海外行ってね、日本人の考え方で、はい、コミュニケーションしても絶対マネジメントできないですよ。なるほど。ということはね、はい、シンガポールだったらシンガポールのベストタレントを採用して、その人をシンガポールの責任者にする。日本人が行くときに、その人をサポートリーダーなんです。その人をコントロールしたらダメです。自分で今手前味噌ですから、マクドナルドなんで失敗したの？アメリカの本社が日本人のベストを採用しようと。はいはいはい、で私を採用していらした、でアメリカから私は7人ぐらい外人の経験の試しを読みました。全部私の参謀です。バカなんだ、大胆なことにしたんですよ。メイド保有がいいのかどうか気をすまない、オペレーションのシステムを気がすまない未体験ですが、はい、でもノーファーがないですよ、だけど変革するリーズシップがあるんですよ。はいはいはい、ね、はいはい、そう、アメリカから派遣されたのは役員でも分かりますけど、派遣されたんじゃなくて私が要請するんです、はい、押し付けられた時は失敗しました。押し付けられた時はね、やっぱり私が言うこと言ってないですよ。私がアメリカ人で要請して連れてきたやつが一人がクビにしましたしね、多分本社のエグゼクティブをクビにできる日本人は私しかいないんだよ、すごいですね。売り上げってどうやって上がるの？お客さんに価値を提供して、顧客の満足度を常に上げなきゃいけないんですよ。有名 YouTuber の丸の内 OL レイナさんって、彼女すごい起業家なんですよ。今のビジネスやらせてもらってるのが、当時のお給料ってどれくらいだったか？M&A バンク、ご視聴ありがとうございます。ぜひですね、M&A の情報をカジュアルに勉強したい方はチャンネル登録、そして他にもですね、大物起業家に出演いただいてますので、他の動画もチェックしてください。では。